皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は新ギレンの野望、アームローユニコーンに乗る、続けていきたいと思っています。前回はハワイ攻略戦最後、本当にね、みっともないところをお見せしてしまうという不甲斐ない結果になったんですが、ハワイ攻略の方はですね、別に攻略者データを持ってましたので、そこからですね、続きをやっていきたいと思っています。で、今回はいよいよオデッサの攻略戦に入っていきます。ハワイ攻略した後ですね、8ターン後にオデッサ攻略作戦始まりますよという、レビリ将軍からの指令が入ってまして、早速そのオデッサ攻略に取り掛かれる段階まで進めています。で、オデッサの方にはすでに部隊侵入させてまして、こちらもちろんユニコーンですね。で、ユニコーンに乗ってるアムロももう完全にね、最強クラスにレベルが上がってきているということがあるので、やっぱり今回もね、このアムロのユニコーンに頼り切ったね、攻略になっていくのかなとは思うんですが、頑張っていきたいと思います。で、本来であればですね、マップの左上から侵入した方が、敵の基地、オデッサの基地攻略に向けて、最短ルートでね、補給線を確保しながら進めるんですが、左上の方にはですね、さっき見ていただいたワールドマップに戻ると、敵の部隊がね、ご覧のように、集結しているというのがあって、このターンで入っていくとですね、敵の部隊が一気にここに、殺到してくるということもあって、右下から入っていくルートを選択しています。では早速ね、続き始めていきたいと思います。ホワイトベースは一旦回復させましょう。このままオデッサ攻略戦始めていきます。さあ、ではオデッサの攻略戦になります。今回もですね、敵オデッサ基地にはモビルスーツが60機程度、モビルアーマーも含めてですね、配備されていて、もうここにすでに見えているアプサラス3、非常に厄介ですね。マップ兵器持ってると思うので、ジムクラスだとすぐに消滅させられてしまうのかなというふうには思います。ただ部隊は含めてですね、このユニコーンを北上させて、なんとか敵基地の中心部に迫っていかなきゃいけないので、運用としては少し難しいかなと思うんですけども、ユニコーンをうまく使ってね、いければいいかなと思います。オデッサって今で言うとどのあたりなんでしょうね。ちょっと勉強不足でお恥ずかしいんですけど、きっとポーランドとかそのあたりなのかな。もうね、ヨーロッパ方面はもう完全に疎くてですね、行ったことがある国ももうフランスだけですね、ヨーロッパで言うと。他はもう全く行ったことがない、そういうところですね。仮に今のね、このコロナウイルスの収束があっても、ヨーロッパにそう簡単に行ける雰囲気かというとね、やっぱり簡単には旅客含めて戻ってこないか。おっと、ここはじ貴重なジム指揮官機を失いたくないな。ジム指揮官機ゴルベットになった状態というのは機動力がむちゃくちゃあるんでね、やっぱその機動力は十二分に生かして戦っていきたいので、アムロは多分今回ね、50機近いモビルスーツを落とすことになるんじゃないかな。もうすでに1機ね、モビルスーツ撃墜してもらいましたけど、これはどうする？危険気はあまりないので、一度失いたくないジョブジョンのゴルベットは戻しましょう。で、隊列も組み直しておきます。で、代わりといってはなんですけども、パイロット乗ってないゴルベットは前に進める。アクアジムも殺される可能性あるんで戻りましょう。で、ユニコーンなんですが、どうする？迎え撃つか進むか。ここは進もう。で、索敵を一応して、感知もして攻撃に入る。
で、代わりにフルアーマーガンダム、あ、そうそう、あのフルアーマーガンダムを新しく妖精で獲得してます。あと全然説明しなかったんですが、グレイファントムもね妖精してます。で、なんでフルアーマーガンダムなのかというと、まあ、このアプラサスもそうだし、さっき、ワールドマップ上にいたビグザムもそうなんですけども、ビーム兵器がね、やっぱり有効弾にならないので、実弾兵器を持っているフルアーマーガンダム、これをね、ちょっと用意してなんとかジオンのモビルアーマー叩きをしていこうかなというふうに思ってます。まあ、ただフルアーマーガンダムもねむちゃくちゃ高コストなので、失いたくない機体なので、しっかり守っていこうかなというふうには思ってます。さあ、アムロは2機目を撃墜しましたね。アクトザクごときであれば撃破できるな。マップ兵器が来た。どうか、やられた。マップ兵器ガンガン撃ってくるな。貴重なジム指揮官機を失ってしまった。マジか。次の基地はどこにある？ここかな？違う、ここだ。今ギャロップがいるところに基地がありますね。どうする？次のターンでそこに入れるかどうかだとちょっと怪しいな。とすると一度ユニコーンは戻しましょう。基地にユニコーンの火力を生かすという意味では、どう考えてもそのエネルギーをね切らさないように戦うっていうのが最も重要なファクターになってきますから、補給をね切らさないようにだけは注意をして、ユニコーンのね位置取りを考えたいと思います。3機目のモビルスーツを撃墜。この調子でガンガン落としてもらいましょう。で、今回のコロナウイルスの話で言うと、まあ、ゴールデンウィークは、まあその、なんていうのかな、一応タイの方に遊びに行く予定だったんですけども、まあ、当然、おっと、フルアーマーガンダムがここで落とされんのか。マジか。ちょっときついな。ギャロップを仕留めておきましょう。バナージは攻撃に入る？キャンセルされてしまった航空券がねあるんですけど、なんとポイントで戻しますと。まあヨドバシでいうところのゴールドポイントカードみたいなもんですよね。で、 ANA とか JAL でいうところのマイル、ただし有効期限付きっていうね、1年間の。いや、なんとも微妙だなっていう感じですね。ホテルの方はね、もちろんあのクレジットカードの方に戻してもらったんですけど、まあ LCC 各社もきっと手元のね、資金を残しておきたいっていうのがあるんだと思うんですが、ちょっとね有効期限付きのポイントで戻されてもなっていう感じがしますね。では、オデッサ攻略戦続きやっていきます。で、今あのフルアーマーガンダム戻されてしまったので、今回要請は見送って、フルアーマーガンダム急いでね、追加しないとモビルアーマー対策が十分に取れないので、そこだけね、注意して進めましょう。いや、フルアーマーガンダムがあんなにあっさり落とされるとはな。ちょっとフルアーマーガンダムに頼り切ったスタイルでの戦いに終始してしまったのかなっていうね、その点は反省ですね。で、あとはですね、グレイファントムには未来さん乗せていて、ガンキャノン、ガンタンク、これもね、もちろん実弾持ってますので、侵入させて、モビルアーマーの攻撃に参加させたいと思います。では、オデッサ作戦の続き、やっていきます。では、続きになりますね。まず、ガンダム、プロトタイムガンダムですね。ダメージ受けるわけにはいかないので、
一旦戻しましょう。で、代わりにガンタンク、ガンキャノンを出します。で、攻撃には参加してもらいましょう。で、プロトタイプガンダムも戻します。ジムどうしようかな。あとはジムカスタムも出すかどうかちょっと悩ましいところですが、一旦このままにしましょう。ガンダムを回復させるのを優先します。で、ユニコーンは攻撃。もう相当数のモビルスーツをアムロのユニコーンが落としてくれてますけど、さらに数をね、今回上積みするんじゃないかなと。いや、逆に上積みしてもらわないと攻略ができない。アムロのユニコーンがいかに効率よく敵モビルスーツを撃破してくれるか。あそこにもうかかってますからね。アプラサスか。ここ攻撃入るんだったら落としたいな。で、グレイバントム、落とせるならここで落としたい。ビームマグナムならある程度攻撃が入ってくれるんじゃないかっていうね、期待も込めて。なんとかここでアプラサスを仕留めたい。でもし落とせれば、より有利に戦いが進みますからね。このビームマグナムだったら落とせるんじゃないか。攻撃が入ったかどうかちょっとよく分かんなかったな。アクトザクは仕留めましたね。アプラサスは戻っていくのかな。回復に入りましたね。そしたら危険極まりないので一旦戻りましょう。落とせなかったのは残念ですけど、ここまでまず行きたいよね。ここまでね。ただ敵の数が多すぎてまだちょっと前に進む状態ではないかな。ユニコーンが梅雨払いをしてもらうのを待ちましょう。いや、すごい数だな。いや、そうそうたるメンバーを一気に撃破してくれたけど、今だって一撃で、まあ一ターンでっていう方が正確ですかね。5機の指揮官乗りのモビルスーツ落としましたからね。ダメージ受けたジムは一旦戻す。もうちょっと面倒でもね、こういう作業を怠らずに行きましょう。アムロのユニコーンがある程度敵を排除してくれてから北上を開始するっていうね、慎重策を取っていきます。でもこんだけ落としてもまだオデッサに40機のモビルスーツ、まあ、モビルスーツだけじゃない、モビルバーマーもあるし、まあ、もちろん砲台とかもあるんですけど、それでもまだ相当数のね数が残ってますからね。プラサスの動きが読めないな。またなんかちょっと寄ってきてる感ありますからね。アムロのユニコーンのビームマグナムがアプラサスに入るのかどうかだけちょっと確認したかったんですけどね。あっ、グレイファントムにギャロップが攻撃を仕掛けてきた。では、またこの後オデッサ攻略を続きやっていきます。では続いてオデッサ続きになります。
まずはこのギャロップを仕留めておきたいものの、このギャロップ自体はどうだろうな。ギャロップの中に何が入ってるかにもよるけど、いや、確実にユニコーンで仕留めておく。確実性を取りましょう。で、次にユニコーンを上に向かわせます。ギャロップの中から、なんだろう、今ギャンか何かが出てくるんだろうね、きっと。うわ、海を越えて出てくるよな。これはゲルググですね。ゲルググを仕留めておきます。ハイゴックも強いし、ゲルググも強いし、もうジオン軍は一戦級がギャンギャン出てきてますよね。デストロイモードに離れる必要はないので、このまま行きましょう。アプラサスの動きが本当に邪魔くさい。早めに撃墜しておきたいよな。あとビグザムがどこまで来てるかですね。当然拠点の防衛に投入されてくるものだと思ってるんですけど、どこまで来てるのか。補給線立たれるともうアムロのユニコーンのエネルギーがカスになってるからな。これ北上するにはちょっとエネルギー足りないよな。ビグザムがどこにいるか確認しますか。ビグザムここにいるな。まったりとしたペースで確実に歩みを進めてきている。ではジムカスタムとプロトガンダム出しておいて、ガンダー君、ガンキャノンもうエネルギーないので一旦回避します。でもう次のターンもユニコーンは敵の攻撃待ちですかね。もうどんだけ落としたか数えるのも忘れちゃいましたけど、相当数のモビルスーツをここまで落としてなおジオン軍のこの数ですからね。ギャンは追っておいて、アムロはここで北上させる。ついに北上のタイミングだ。で、奪われたくないので拠点に入ります。で、一応念には念をということで、ギャンを確実に仕留めるためにこちらも総力戦で移動。ついでにポイントも稼いできてもらうという感じかな。未来さん、グレイファントムは次のターンで回復させましょう。いや、待ってたとばかりにここでマップ兵器か。いや、せこいな。これでジムをまとめて失ったな。いやー、本当に厄介だな。アプラサス、ちょっと落とせないからね、今の状態だと。残念ですけど、ここは一旦じゃあグレイファントムを回復に入りましょう。で、ジムは1個残しておく。絶対に奪われたくない場所ですからね。で、ユニコーンを前に進めます。よし、確実に前に進んだぞ。怖いのがアプラサスですけど、グレイファントムがね、マップ域で沈められることにはならないかなと思うので、あそこで待機させましょう。撃ってくるね。で、ズゴック隊がそのまま拠点の強襲に入ってくると、ちょっとまた話は別ですね。では、失ったフルアーマーガンダム、ここで要請します。3ターン後ですね。で、さらに、ジム指揮官機も要請しておきましょう。これで、次のターンに
つなげていきたいと思います。ではユニコーンを戻すかどうかですね。この図獄体がどういう動きするか読めないので、まあ、ちょっと残念ですけどユニコーンは戻しましょう。確実性を期すという意味でユニコーンを戻してこの図獄体を確実に壊滅させてから次につなげていきましょうか。プロタイムカーナブやられないよな、大丈夫だよな、ちょっと心配だからやっぱりユニコーンに重ねるのはやめておきましょう。アプラサスのマップ兵器攻撃が来るとしんどいことになりますからね。敗北を一気に選別。そしたらハヤトとカイも成長をさせたいので攻撃に参加させましょう。アプラサスを仕留めないと心配だな。ここでゾックも撃破。なんかあそこに敗北に図獄1で戦艦が1いるね。巡洋艦ザンジバルかな。ザンジバルを仕留めておきましょう。うーわ、これゴックがやられるんじゃないか。だ、ジムカスタムゴックにやられた。貴重なジムカスタム2機をズゴックに仕留められてしまった。いやもう本当に嫌になるわ。強いもんね、ジオンのモビルスーツ。ここはやっぱりユニコーンに頼り切った攻略になってるとはいえ、ザコのモビルスーツも壁になったり制圧に使ったり補給点の確保に使ったりっていうね、いろいろ使わなきゃいけない場面っていうのはたくさん出てくるんですけど、その中にあってジムカスタムを失ったっていうのは痛いな。ここはでも進軍のチャンスではある。進軍しよう。進軍していかないとね、ちょっともういつまでもこの状態というわけにも当然いかないので、ちょっとずつ前に前にと出ていきましょう。怖いズゴック、ハイズゴック、ハイゴックっていうね、この海を渡ってくる人たちさえ、気をつけておけば補給地点を奪還されることはないと思うので、あとはねガンダムがやられないことですかね。うわ、マップ兵器使ってきたな。まあグレイファントムなんで落とされることはないかなと思いますけどね。ではようやくユニコーンが前線の制圧を完了で、ガンキャノンガンタンクを前に出しておきます。でプロトタイプガンダムも回復次のターンでできれば大丈夫かなとは思うんですが、一応ジムを前に出しておきましょう。アプラサスももう前に出てくるだけのエネルギーは残ってないので大丈夫かな。この後ユニコーンをグリ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 前に出していきます。ではユニコーンをグイグイと押し出していきましょう。グレイファントムも前に出す。おっと待ってくれ、こんなとこにゲルググが来るのか。
ちょっと待ってくれ。ジムでゲルググは無理だぞ。うかつだったな。このゲルググどうやって始末する？次のターンでコルベット出してそこでなんとか迎撃するしかないな。うかつだったな。確かにワールドマップ上でゲルググが鬱陶しいことしてたなっていうのは見てましたけどね。でこっちの方にはズゴク隊か。いやこのズゴク隊は無理だ。ユニコーンを戻すしかない。もうこれの繰り返しだな。でコルベットを出します。補給地点を取られるわけにはいかないので、でガンタンクガンキャノンを、いやここに置いといても守りきれないな。しょうがない、ここは一旦戻りましょう。残念だな。アプラサスとやり合うのはもったいないので、いやここはやっぱり拠点補給地点を守るのを最優先します。ジムが落とされるよね。だコルベットもやられた。ジョブジョーンが撃墜されましたね。いやー本当に一筋縄ではいかないというか、やってくれるというか、もうズゴク隊だよね。彼らを始末するのが本当にね大変。どうにもこうにも邪魔くさすぎる。なんとしてもユニコーンを前に前に出していきたいっていう思いと、それに反してショートカットして敵のね水陸両用モビルスーツが補給地点の奪還に入ってくるんで、それとのバランスというかね、戦い方というか、それが本当に難しいですね。今回こそいけるんじゃないか。出よう。でプロトタイプガンダムで攻撃をかけていく。アクアジムももう出番ないからね、こういう時ぐらいしか。せっかくなんで攻撃に参加してもらおう。でジムを置いてちょっとずつグレイファントムも前に出ていきます。アプラサスとまだ遭遇してないですけど、マップに絶対にいるビグザム、これらを早々に排除しておかないと。うわビグザムがちょっとずつ前に出てきている。確実にビグザムとの戦いになるな。制圧しちゃいます。まあ、取り返すっていう感じかな。で攻撃を加えておく。いやこれまたさ、プラサスマップ影響打ってくるよね、確実に。やられるわけにはいかない。ここはジムを一旦下げて、グレイファントムで攻撃を受けきよう。そしてついにビグザムが近寄ってきている。このビグザムとの戦いにフルアーマーガンダムが間に合わなかったな。ビグザムもマップ兵器使ってきますからね、もちろん。ビグザムにはビームサーベルが入ると思うので、そこでうまく攻撃を返していくしかないかな。なのでビームライフルで確実に、まあビームマグナムですね、ビグザムを仕留めていくと。
マップ兵器は B 絶対ダメージ受けちゃいますけど、グレイファントムで受け切ります。ではまたこのままオデッサ作戦続きをやります。では B ガザムをまず仕留めちゃいましょう。まあ、仕留めちゃいましょうと言って仕留められるのかというのはあるんですけど、これどうだろう、デストロイモードになったら火力は増すのかな。ちょっと一応デストロイモードになっちゃおう。でどうせビームサメルを当てていかないとビグザムには有効打にならないと思うので、デストロイモードになって、ビームサメルでね、ユニコーンでビグザムを仕留める。これがまず効いてくれるかどうかですね。でアープラサスがまだここに健在なので、まあ置いておくしかないかな。グレイファントムはこれでビグザムを仕留める。アムロのユニコーンとバナージのガンダム、まあ、ガンダムがやられるってことはないと思うんだけどな。これは何が入ってる？ちょっとずつ削ったのはバルカンが入ったのかな。 もちろんやっぱり入ってなかったからね。仕留めた、ビグザムを仕留めた。これは嬉しい。この調子でアプラサスもね、撃墜してほしいですけどね。バルカンでだいぶ削りましたよね、多分。本当かっていう感じですけど。マクベも撃墜。よし、これで晴れてユニコーンを前に出していきましょう。デストロイモードのユニコーン。アムロも、うん、プロトタイプガンダムも追従させる。でいいかな。アプラサスももう、あそこから前にということはないと思うので、一旦、グレイファントムを前に出しましょう。よし、これで、ようやく、前線を前に移動できそうですね。ビグザムを撃破したのが、だいぶ心が軽くなったな。なんかようやくオデッサ攻略の糸口が見えてきたかなっていう、その感じがしますけど。これで一つ先の補給基地を確保できれば、そこでまた無双に入りましょう。バナージもだいぶレベル上がったんじゃないかな。まあ、もちろんね、アムロほど撃墜はしてないんですけど、レベル15まで上がってますね。ユニコーンに乗るアムロはレベル20、射撃99、もうまさに化け物だな。制圧しちゃいます。これで拠点が新たに確保できましたね。グレイファントムも追従でいいでしょう。でもうさすがに補給地点やられることはないとは思うんですけど、まあ、何があるかわからないので、下手したらね、宇宙から降下してくる可能性もあるということを考慮して、ジムはこのままここに待機します。さあ、あとはこっからだな。敵が寄ってこない感じになってるので、寄ってこない敵をどう釣り出すかっていうところですかね。まあ、一度前に出て後ろに下がってっていう繰り返しかな。とにかく数を削っていきます。果たして何機落としたのか。
それくらい数をね、ユニコーンが処理してくれてますからね。ただエネルギーの消耗が異常なほど激しいので、回復しながら攻撃をするってなるとね、ベリーハードがゆえに敵の回復も早いんですよね。さあではにじり寄りしていきたいんですけど、アムロのユニコーンがもう残ってないエネルギーがという状態なので、一旦下げましょう。で周りの小物たちを排除していく。少しずつ少しずつ確実に歩を進めていくしかないからね。でどっかでね、ババッと敵が攻撃に転じてきてくれれば、そこで処理をしていくという感じかな。ザメルが2機もいるのか。すごい防衛戦力だよね。まあビグザムはもう亡き者にしましたけど、アプラサスも沈めておきたいけど、ここは先に敵の数を減らしましょう。アプラサスがいなくなれば、ジムとか雑魚キャラも少しずつ前に出せる環境が整いますからね。よし、ここは次のターンでアプラサスを落とせる環境になったんじゃないか。ザメルが硬いね、やっぱり。アプラサスを仕留める。アプラサスを仕留めて、グレイファントムももうちょっと前に出すと。よし、仕留めたね。しかも穴を開けた。思ったより前にあったのはもう一個左かなと思ったんですけどね、敵の基地が。よし、だいぶ見えてきたね。ただアムロもう残ってないので一度下げましょう。これはもうしょうがないですね。で、ユニコーンで制圧して、ガンダムで制圧して、ガンキャノン、ガンタンクを出して、攻撃に参加しましょう。確実に見えてきてる。絶望的とも思われた。オデッサの攻略が、目前に迫ってますね。ザメルの攻撃だいぶレンジ長いね。まあただそれでもこの私の前であれば無力だ。ここでハイボックザメルを仕留めましょう。でガンキャノン、ガンタンク、でズゴックを狙撃しつつ、プロトタイプガンダムも、まあバナージも前に出していきます。ズゴックを仕留めてくれたね。いや、成長が感じられる、カイとハヤトに。このビグザムを削ったバルカンでだいぶダメージを与えることができたな。で格闘で仕留めて、一気ハイゴックが残りましたね。もうハイゴックは本当に強いですからね。さあでは次のターンでなんとかね、オデッサ攻略完了させたいですね。
さあ、レーベル将軍も、このおそらくですね、ブライトが侵入したのに合わせて発言してきましたね。今まで何にも言ってこなかったんですけど。では、このままユニコーンがダメージはないものの、少しエネルギー切れを起こしてるんで、一旦返します。で、グレイファントムはその分下げる。ここで敵が攻撃に転じてくるということはないと思うんですけどね。ガンダムが落とされると戦力ダウンになるので、そうならないようにだけ気をつけましょう。プロトタイプガンダムの話ですね。さあ、そしたらユニコーンで始末する。で、念のためにバナージも前に出していきましょう。で、ガンタンブ、ガンキャノンも前に出して、確実にこのハイゴック隊6機潰しましょう。で、さらに、グレイファントムも出して、仕留める。登場できる誰が？フラウボー。フラウボーか。フラウボー、フラウボーか。いや、ジェフリー乗せておこう、フラウボーも。ホワイトベースもようやく到達しましたからね。これでロッキー撃破。さあ、いよいよ最終局面だな。まあ、せっかくなんでね、ポイント稼ぎをみんなしっかりしてもらいましょう。ここぞとばかりにしっかりポイント稼ぎをしておいてもらう。これで敵のモービルスーツは壊滅させましたね。いやー、きつかったなー。失ったモービルスーツの数も計り知れないものがありましたけど。では制圧しちゃいます。基地中心部の制圧に成功しました。長かった。では、オデッサ、これで一度完了ですね。残りも撃破して、終わりになります。あれだけの数のモビルスーツを壊滅させましたからね。さあ、オデッサ作戦完了です。いや、何者なんだ、このオペレーターは。発言力がプラス3万はでかい。これでモビルスーツを補充できる。はい、というところでね、オデッサ作戦完了になりました。この後はね、レベル将軍からもあったように宇宙に舞台を移してユニコーン無双を続けていきたいなというふうに思っています。では今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。